芝、逃げて。逆恨み？俺はただこう言っただけだよ。ユソドがお姉ちゃんに会いたがってるよ。そしたらあんたが行くと決めたんだろう。私なら争いを止められるなんて甘い正義感でさ。ユソドの仲間とこれ以上話すことなどありません。俺は仲間でも何でもないよ。ただ興味があるだけさ。あいつの体に眠る力にね。あの人の力。ダートに鍛えられたか。いくら努力しようが、それがお前の限界だ。だが！あれは力の制御装置さ。見てなよ。面白いことになるぜ。間に合えよ。っていうか、それできるなら最初にやってよ。絶望くん、お手柄だな。あ、アーサーを追いかけなきゃ。先に行ってて。システムの再チェックに時間がかかりそう。船を頼んだよ、オベコ。せめて俺を楽しませてもらおうか。もうやめて。イエソドはストライクワールドの果てにある禁じられた領域に足を踏み入れ、そこで破滅の力を手に入れた。けどあいつはまだ本来の力の10分の1も出しちゃいない。というか出せないのさ。あんたを連れてくればフルパワーが見られるかと思ったけど、期待外れだったな。なんて人。全て
ての原因を作ったあんたが言う。知ってるだろう。イエスドが破滅の力を欲したのも、世界を消し去ろうとしているのも、原因はあんたさ。とんでもない化け物を生み出したくせに、今さら被害者面かい。楽だね、お嬢様育ちは。泣いてりゃ周りがやってくれるんだもんな。ええ、本当に最低。イエソドを説得できると思い込んで、みんなを巻き込んだ。でも、あの人にはもう私の言葉なんて届かない。そんなわけないだろ。本気でデスゲートを完成させたいなら、さっさとあんたをあの棺桶にぶち込めばいい。なのにああしてわざわざ力を見せつけるのは、今でもあんたに振り向いてほしいからに決まってるじゃないか。でも確かに今のあんたは無力に違いない。どう頑張ったってデスゲートから逃げることすらできないよ。この杖でも使わない限りね。遊びは終わりだ。お困りか。ああ間に合っている。なめるなよ、虫けらども。いいねいいね、いい展開。あんたもこっち来てじっくり見なよ。自分のために人が殺し合う姿をさ。ほら行け、そこだ。ほらどんどん行けってば。よしいいぞ。あいつは化け物か。バラバラに攻撃しているだけでは太刀打ちできそうにないな。これが次元の違いだ。諦めろ。これ以上手こずらせるなら、この女の首をねじ切るぞ。ネタク、ゴミを片付けろ。この女が見ている前でな。喜んで泣け、叫べ。
だがどこにも届かぬ。失敗。もはやお前を助ける者などどこにもいないのだ。ようやくわかりました。私のなすべき